ありがとうございます。サンゴの宮様、隊長様、どうですか、冤罪だと言ったでしょ。どうだか、とっくにファデュイと話をつけてた可能性もあるかもしれないだろう。ファデュイの拠点で得た情報から見て、彼は確かにファデュイと関わりはありません。ファデュイのやり方を考えれば何か証拠を残しているはずですので。しかし、しかしも何もありません。品物は取り戻しました。先般の約束通り、彼の汚名を晴らすべきです。申し訳ございません、軽率でした。日頃から仕事をまともにしていない間抜けなあなたたちがこうして面倒を引き起こすんですよ。やっと自分の間違いに気づきましたか。商人さん、それを言うのはまだお早いかと。潔白を証明したとはいえ、わざと必需品を買いだめすることは今の政令によって罰せられる行為となっています。これらを自分の品物だと認めた以上、私たちもそれ相応の対処をしなければなりません。適正価格での販売に加え罰金も課します。金額は、ちょっとお待ちを。サンゴの宮様、私の味方だったんじゃ。もちろん違いますよ。私は渡墨島の荒人神の巫女、神将筆伐の理念に従うのみ。功績ある者は勝し、罪ある者は罰する。汚名を晴らした後は自身の行為に対して代価を払う番です。そんな。ほら、連れてくぞ、罰金を払いな。サンゴの宮様、この者が品物を自分のものだと言いましたが、やはり少々気がかりなことがあります。天領奉行の印があるものは彼ので間違いないでしょう。しかし他の品物を見るとそうではないようです。特にこれらは明らかに神社で使われるもの。ええ、大方ファデュイがよそから奪ったものも混じっているのでしょう。他の品物については持ち主を探しておいてください。神社関係のものは私が対処します。あなたたちには苦労をかけますね。いえ、とんでもありません。しかし三五宮様、証拠をつかむことはできませんでしたが、天領奉行とファデュイの結託は私たちの仲間がこの目で見たことです。和平交渉について今一度お考えを。わかりました、しっかりと考慮しておきます。私はこれら神社関連のものを持って三五宮に戻ります。よければ一緒に行きませんか。渡墨島の風土と人情は他の島々とは少々違ったものです。慣れていただけるといいのですが。この村、私もだいぶ長いこと来ていませんでした。近頃は処理すべきことがあまりにも多く、今度機会がありましたらあなたを渡墨島のかつての神社へ連れて行ってあげますね。実は最初、渡墨島の神社は三五宮ではなく他の場所にありました。その場所とは渡墨島の七天神像の近くです。当時渡墨島は幕府ほど将軍を崇拝してはいなかったのですが、少なくとも彼女の存在を認めてはいました。ですがあの人たちが振り落とされ、渡墨島を守護する魔人が斬られたことで、かつての神社は放棄されたのです。その頃より渡墨島と幕府の関係は微妙なものとなり、互いの偏見はより深まっていきました。今回の和平交渉において、私もこの問題を天領奉行ときちんと話し合いするつもりでした。怨嗟というのは
いつか必ず解決しなければならないものですので。三五の宮様、本日はどのような用件でここへ？なんだか顔色が以前に比べて良くない気がします。自分をいたわることをお忘れなきよう。あなたは私たちが一番頼りにしているお方ですので。はい、ご安心を。私は大丈夫です。三五の宮様、どうか今一度お考えを。幕府軍とは長くにわたり戦ってきました。このまま和平交渉するなんて納得できません。彼らと和解したら、かつて我々を守護してくださった魔人の死が無駄になってしまいます。おいおい、いい加減にしろって。いつの時代の話をしてるんだ。戦争は終わったんだ。安心した暮らしができればいいじゃないか。それはもちろんわかる。じゃが、はあ、少なくとも主導権はこちらが握るべきじゃ。妥協なんてもってのほか。安心してください。このことは再度考え最善を尽くしますので。よかったです。どうかお願いします。あら、三五宮様、こんなところで会うなんて思ってもいませんでした。私の娘、今年巫女選抜に参加することになったんです。あの子が三五宮に入ればこの先も安心です。三五宮様はお優しいので、きっとよくしてくれますから。機会があれば三五宮様にご教授してもらいなさいっていつも娘に言ってるんですが。ほら、三五宮様ってお若いのにすでに人との接し方を心得ていて聡明でいらっしゃるでしょ。うちの娘もずっと三五宮様をお手本にしているんですよ。彼女が三五宮に入った時は気にかけておきますね。三五の宮様、やっと会えました。今年の農作物の生産量が減少した問題についてご報告したいんですが。三五の宮様、こちらはメカジキ2番隊の隊長ですよね。彼はこれからも渡積島に残るのでしょうか。三五の宮様。皆さん落ち着いてください。全てお聞きしますので。ですが、時間のかかる問題は報告書にまとめて三五宮まで届けてください。時間の空いた時にきちんと処理します。あ、大丈夫ですか？そうですよね、私も少し頭痛が。三五宮様、ここにいらしたのですね。報告したいことが。祭礼用の道具がなかなか届かず、何者かに奪われたのではないかと思っているのですが。それならもうすでに取り戻しました。ご心配なく。そうだったんですか。さすが三五宮様です。それとここ最近の公文書を簡単にまとめて三五宮様の机に置いておきました。また予定ですと、この後より繊維産業の発展に関する会議があります。予定？今からですか？はい、遠くからいらしたお二方がすでに三五宮様をお待ちしております。わかりました。今日はあなたに渡積島を紹介しようと思ったのですが、どうやら先に要件を済ませる必要があるようです。明日三五宮の門の前で会いましょう。それから共に祝賀会の準備を。祝賀会、おいしいもんがいっぱいあるかな。もちろんありますよ。渡積島の特産を使った美食、あなたたちにも味わってもらいたいものです。やったー。はい。
慌てふためきはしても私を止めるほどの勇気はない。家臣たちのあの…サンゴノミヤ様に会いたい？ここにはいないよ。俺もサンゴノミヤ様がどこにいるのかわからない。悪いね。そんな。じゃあ、オイラたち帰るしかないのか？いや、諦めるのはまだ早い。確かサンゴノミヤ様が残した常備用の虎の巻にこの状況を打破する解決策があったはずだ。確か第98条、私の不在時遠方より訪れし客を南へ導き紫の葉が茂る木のそばへ。それに注意書きも。サンゴノミヤ様が理由を残さず不在の時、そして客人の身分が特別な場合にのみ適用されると。お二人は遠くから来たお客さんだったね。この虎の巻に間違いはないはずだ。君は本当にあらゆる状況を考えてるんだな。じゃあオイラたちもさっき言ってた場所に行ってみよう。神を祀る用地だ。観光地ではない。神を祀る用地だ。観光地ではない。
が必要だったのですか？揺らぐことなし。でしたか。すみません、今日は少し具合が。病気か？待ってろ、すぐに医者を呼んでくる。いいえ、一時的にエネルギーを使い果たしてしまっただけです。エネルギー？まさかここ見て人間じゃないのか？いえ、ただの比喩にすぎません。お恥ずかしながら、あのような万能な姿をずっと維持することはできないのです。え、気づいていたのですか？どうやら私もまだまだのようです。もっと隠し通す技術を磨かないといけませんね。実は私は人の上に立つのがあまり得意ではないのです。もともと私は兵学を学んで幕僚になるのが夢でした。他人と会話し、気を配り、顔色を伺い、利益を分配する、私にとってどれも非常に大変なことです。他の人を満足させるだけでなく、彼らに畏敬の念を抱かせるのは私の得意分野ではありません。むしろかつての私が関わりを持ちたくなかった分野なのです。しかし血筋のせいで荒人神の巫女の地位は結局私のもとにやってきました。好む好まざるに関わらず、それを避けることはできません。ですので、自分に限界が来た時、ここへ来るようにしているのです。本を読んで、休憩して、仕事には影響しませんので、ご心配なく。祝賀会の準備はすでに他のものを手配しました。今夜はまだ演説が一つ残っています。兵士たちに良くない印象を与えるわけにはいきません。やっとのことで勝ち取った平和、彼らにはもっと息抜きをしてほしいのです。何かオイラたちに手伝えることはあるか？このまま放っておいてもエネルギーはゆっくりと回復していきます。ただ私の好きな兵楽を聴かせていただけるとより早く回復できる気がします。確かこの前半分まで読んだ本が一冊ありました。ただどこに置いたのか忘れてしまい。オイラたちが探してくるよ。それをココミに読ませればココミも立ち直れるな。本当ですか？ありがとうございます。やはりあなたたちが渡津美島に戻ってきてくれて本当に良かったです。
旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた次はどこに行くんだ。リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。エネルギーが全開、私にとってエネルギーが全回復した私にとって、あ、休みの時もこうして、産後の宮事業活動の村流通報告、漁業生産、こんなにたくさんのことを処理しなきゃいけないのか。それにここみは普段虎の巻も書いてるし、多くの人とも会ってる。あんなにやつれるのも無理ないな。早く閉学の本を探してここみに元気になってもらおう。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた
今日はメカジキ。ああ、それは返して。これも違うみたいだな。多分この本だな。ほら、ここみが挟んだしおりもある。しおりがないのはもう読み終わった本だろうな。なんか難しい内容で全くわからないぞ。今すぐこの兵学の本を持って行ってここみに読み聞かせようぜ。次はどこに行くんだ？リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。よく覚えていません。少し読んでいただけますか？はい、それです。お願いします。ここみ、ここみ、どうしよう、ここみが寝ちゃったぞ。今夜は祝賀会があるし、それにもうじき和平交渉も。まだまだやることが。本当に大丈夫なのか？でも確かに疲れてるみたいだ。まだ時間があるならもう少しだけ休ませてあげるか。災いを払い安寧を守る。戦争は終わりました。すべてがいい方向へ。あなたたち見届けられましたか？あ、私眠ってしまったのですか？今は何時でしょう？すっごく長い間寝てたぞ。もうすぐ映画が始まる時間みたいだ。そんなに長く？これほど安らかに眠ったのは久しぶりです。少なくともエネルギーも3点は回復したような気がします。これで和平交渉の終わりまで耐えられるはず。ありがとうございます。私たちも早く栄華の場に行きましょう。ここみがいつもの状態に戻った。よかったな。Thank you.
どうやら祝賀会の準備もそろそろ終わるようですね。しかし宴が始まる前に私の方から簡単な演説をしなくてはなりません。わーい、ここみのエネルギー足りるかな。ご安心を、全く問題ありません。あなたたちのおかげでエネルギーがとても早く回復しました。よかった、オイラたちも応援してるぞ。皆さんお疲れ様です。本日は祝賀会へようこそ。ついに我々と幕府軍の戦争は終わり、メガリレーの廃止も見届けることができました。稲妻の未来がどうなるのか私には予測できません。しかし私は明日天領奉行と和平交渉を進め、渡積島の平和のために最善を尽くします。皆さんのご尽力があったからこそこのような困難な戦いに勝つことができました。皆さんには感謝しています。この祝賀会はここにいる全ての方に用意したものです。苦労して勝ち取ったこの勝利をしっかりと楽しみましょう。宴も順調で何の問題も起きなくて本当に良かった。人は楽しい気持ちになると誰かに打ち明けたいという気持ちが高まる傾向にあるようです。私のためにもう少し情報を集めていただいてもよろしいでしょうか。天領奉行とファデュイの結託について未だに決め手となる証拠がありません。明日の交渉で何か起きないか心配なのです。わかった、オイラたちが調査してくるぜ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた珊瑚宮様のおかげで渡積島に今の平和がある。最近？そうだな、俺たちにとって一番の出来事といえば海に出て魚を取れるようになったことかな。戦争をしてた時は海上に戦線がたくさんあったから近くで小魚やエビを取ることしかできなかった。収穫がほとんどない時もあってみんな腹を空かせてたよ。子供がそれで泣いているのにどうすることもできなかった。毎晩腹がうめき声を上げ眠ることもできず、そのまま夜が明けたこともある。それが今はようやく少しずつ良くなってきたんだ。聞いたよ、メカジキ2番隊の隊長なんだってな。この戦いに勝つために手を貸してくれて本当にありがとう。さっき取ったばかりのこの魚を君にあげよう。受け取ってくれ。いやいや、気にすんなっていいんだ、君がいなかったら俺たちはまだ腹を空かせてたかもしれない。恩はしっかりと返す、そう珊瑚宮様に教えられてるんだ。わかった、じゃあこれは受け取っておくよ。ありがとな旅人、他の人にも聞いてみようぜ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた
旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。次はどこに行くんだ？リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた次はどこに行くんだ？リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。新鮮な果物と野菜、どれもお肉のお供にぴったりだよ。天領奉行とパディが結託していること、私もその噂を聞いたけど、それ以上は何も知らないよ。でも兵士たちがそわそわしているのは私も感じてたわ。ほら、あそこの兵士を見て。ここ最近あの人なんだかおかしいのよ。大きな声を張り上げながら長槍をずっと振り回しててね。恐ろしいわ。はあ、せっかく戦争が終わったんだし、もうこれ以上何も起きないといいんだけど。私が知ってるのはこれだけよ。もし気になるのなら彼に聞いてみるといいわ。やっと手がかりを見つけたな。早く行ってみようぜ。いざ。すごくお酒くさい。ん？お前は確かメカジキ2番隊の隊長。そうだったよな。渡積島に戻ってきてたのか。てっきり正体を見捨てて一人で逃げたのかと思ったぜ。おいらたちが逃げるもんか。どうだか、平和やら安定やらみんなそんなことばっか口にしてるが、帝国軍にとって一番大事なことが何なのか忘れてないよな。そうだ、お前にまだ帝国軍の兵士たる資格があるかどうか俺が試してやる。俺に勝ったらお前たちの質問に答えてやるよ。なんかこの人とは会話がしづらいな。
どうする？やるのか？そういうことは俺に勝ってから言うんだな。三五宮様が選んだお方、お前にはまだ戦う意志が残っているようだ。もしかしたらお前なら俺たちを理解できるかもしれない。メカジキ二番隊の隊長、俺たちの仲間になってくれないか。天領奉行とファデュイの結託は俺たちが流したガセだ。それこそが俺たちの望む結末だ。和平交渉？そんなことばかり考えてたら渡辺島に未来はない。天領奉行が考えを変えないと誰が保証できる？雷電将軍が次のメガリレーを発令しないと誰が保証できるんだよ。我々帝国軍に最も必要なのは戦う意志だ。天領奉行と雷電将軍は信じるに値しない。信じられるのは自分自身のみ。お前もそう思うだろ。それも一理あるけど。あ、そうだぞ。そんなこと言って結局全部憶測じゃないか。そういった憶測のせいでガセ情報をでっち上げて、たくさんの人が待ち望んだ平和を壊そうとしてるっていうのか。何も知らんくせに俺に説教するな。お前らに何がわかる。戦いに勝つため俺たちはずっと極限まで戦う意志を貫いてきた。それを今更もう意味がないだなんて。俺たちに武器を下ろさせ一般人のように生活しろと言われても、そんなことできるわけないだろ。目を閉じると見えてくるんだよ、戦場で犠牲になった仲間の姿が。あいつらの姿が脳裏に焼き付いて離れないんだ。だから俺は絶対に天領奉行とメガリレーを許さない。お前と俺たちは同志ではなかったようだ。このことを三五宮様に言いたいのなら好きにしろ。だが俺たちを止めようとするのならもう間に合わない。間に合わない？どういうことだ？うーい、無視を決め込んでるぞ。どうしよう、緊急事態だ。早くここみに伝えよう。と、せ、よし総流水泳。
大丈夫です。ご心配をおかけしてしまいましたね。このことは私のせいでもあります。私がもっと早く彼らの気持ちに気づけていたら、光禅が言っていた間に合わない、何を指しているのかおおよその予想はつきます。和平交渉は明日ですが、双方の自衛はすでに交渉地点に到着し、周囲の安全を確認している状況です。光禅のような主戦派がそれら自衛に紛れて交渉の場を壊そうとしているのでしょう。じゃあどうするんだよ。オイラたちが今からそこに行って自衛を交代させるか。いえ、それでは妥当性に欠けます。第一に、私たちが新しい自衛を連れて中立地帯へ向かえば余計な警戒をさせてしまうでしょう。それに主戦派の兵士たちが早々に計画を実行し、天領奉行の自衛を攻撃して戦争を引き起こしてしまう可能性もあります。何よりこのことに参与している渡積島の兵士の数がわからない以上、人員を変えても結局意味がないかもしれません。なんだか複雑だな。じゃあもう方法はないのか。ご心配なく、ことが起きた以上私が対策を考えます。兵士たちの考えは間違っているとはいえ、全て彼らのせいということではありません。いずれにせよ、彼らの命をどう守るのか、その方法を考えなくては。明日またここで会いましょう。和平交渉の日ですね。準備は整いましたか。